こんにちは、かっちゃんです。はい、ということで皆さん改めましてこんにちは、かっちゃんです。ちょっとあれですよね、今日のオープニング皆さんっていうのもですね、有名 YouTuber で革職人のムネさんから荷物が届いているので、そちらの紹介をしたいと思います。ということで、ムネさんは YouTuber でありながらも革製品の制作をしてみる方で、皆さんツイキャスって知ってますか？ラジオしながらもみんなでコメントをしたり会話を楽しめる、今ね話題のメディアだと思うんですけど、そのねツイキャスでムネラジっていう風で、ごめんカビ、よし、ということで革製品のねライブをしながらやってみえる方なんですけど、手縫いの革製品はムネズショップってことでね、こういう感じで制作してみえて、キャスの中でステッカーの販売をしてみえて、このステッカーが届いてますので、こちらを開けてみようと思います。でね、なんかあれですね、ムネラジさんムネさんのツイキャスはなんて言ったらいいのかな、すごいね温かみがあるっていうか、見てみえる方もすごいいい方が多いし、やってみえるムネさん自身がまずすごくいい方だから、やっぱなんていうかな、類は友を呼ぶみたいな感じで、すごいまったりとした空気の革材キャスなんですよ。すごいいいキャスなので、いいキャスです。はいはい、はい、じゃあこちらを早速開けていこうと思います。1枚250円でしたね。はい、こんな感じで綺麗に包装されてしっかりと届きました。ステッカーはこんな感じですね。今回ね、なんか防水加工はしっかりとしてあるみたいで、作りはねすごいしっかりしたステッカーになってますね。なんか水を弾く感じの、これ普通の本当に紙のガチャガチャで取ったような100円くらいのステッカーなんですけど、触った感じがね全然防水加工がしてあるので強そうな感じがしますね。ムネさんは優しそうですけど、そう、これは強そうな感じがします。強そうな感じっていうか、しっかりしてますねこれは。じゃあ早速貼っていこうと思います。3枚あるけど、いや、どうしよう。1枚だけ貼ろうかな。まあいいや。何に貼ろうかな。この MacBook に貼ろうかなと思います。どうしような、みんなさ、どうなんですか、みんな、どこに貼るもんなんですかね。ここにしようかな。ムネラジ同盟。こうやって使うんでしょ、ここでいい。いや、ここに行ってみたいと思います。こんな感じで貼れました。すごいね、いい感じです。ムネラジ同盟公認会員の証、いいっすね。もったいないな。よし、ともう一枚は iPad に貼りました。お、めっちゃ嬉しい。こんな感じです。はい、ということで、じゃあ今日はこちらのムネさんのムネラジ同盟のステッカーの紹介でした。本当にね、ムネさんは会ったこととか全くないんですけど、なんかすごく優しくて温厚でいい方で、キャスに来てる人もすごくねいい方が多いので、革製品もすごいね丁寧に作って見えるので、皆さんもよかったら革製品ライブとこのステッカーチェックしてみてはいかがでしょうか。じゃあねー。こうやって使うのに、ここにあったら、あ、ここにも貼ればいい。いや、パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくです。